委員長、桜井君。立憲民主党の桜井秀です。本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。まず、質問に入る前に、ちょっと一言、申し上げたいのは、昨日、アメリカのメジャーリーグベースボールで活躍されている、大谷翔平選手、移籍後初のホームランということで、ニュースにもなって、大変盛り上がっているところなんですが、そのインタビューの中で、メンタルは言い訳にしたくないということもございました。これまでのメジャーリーグでの経験の中、キャリアの中で、一番遅い1号ホームランだったということの、話としてそういったことが出てきたわけですが、じゃあメンタル何だったのかと言いますと、多分、私が推測するに、大谷選手の通訳だった水原一平さんが、ギャンブルということで、いろんな事件を起こしてしまったということです。水原さんももう本当に、ギャンブル依存症だと本人も、言っている通り、大変一回このハマってしまうともう抜け出せない、泥沼にはまるというよりはもうブラックホールに吸い込まれてそこからもう抜け出せない、なんかそんなものなのかなというふうにも思います。このギャンブルの恐ろしさというのは、日本でも古来から言われている通りでございまして、平安時代、持統天皇がギャンブルを禁止したというところからあるわけでございます。1000年以上の歴史があるわけです。江戸時代にはギャンブルということになればもう死罪ということもあり得たというふうにも厳しく取り締まる、それだけ人間に対するある種の、人間の心を奪ってしまうようなものだというふうにも思っておりまして、これは大変厳しく取り締まっていかなければいけないというふうに思います。そこで本日はオンラインカジノの取り締まりについてお尋ねをしたいと思います。でこのオンラインカジノ、違法なわけなんですけれども、ただサーバーが、国内にあればすぐ、捕まえて取り締まるということができるわけなんですが、海外にサーバーがあるということが、非常に多いというか、日本で行われているものの大半を、すべては、そういう状況にあろうかと思います。海外にサーバーがあると、これなかなか直接取り締まることができないということで、実態としては野放し状態にあるのではないかというふうにも思います。私も思ってますけれども、皆さんもお持ちの、スマートフォンなりでこう検索してもらいますと、オンラインカジノということで検索すると、もういろいろ出てきます。おすすめサイトとか言って、丁寧に出てきます。ちゃんと日本語で出てきます。だからこれだけ、日本人が、ある種、カモにされてしまっている状態なわけなんです。日本人の財産が狙われている、巻き上げられているということも問題ですし、またそれがある種、犯罪組織などの資金源にもなってしまっている、そういう可能性も十分あるわけです。そういう意味で、両方の意味で、大変大きな問題だと思っています。で、この違法なので、どれぐらいの量あるのかということについては、なかなかわからないところではございますが、この分野、いろいろ調べておられる方に聞きますと、公営ギャンブルと もはや同じぐらいの規模になっているではないのかと。ということは、国内ではもう100万人以上の人がこうプレイしていると、で、お金を日々吸い取られてしまっているという可能性もある。で、実際、これ、オンラインカジノ中で中毒になってしまったという方の話も私、聞いたことありますけれども、やっぱり特にこれ、コロナの時にこうした傾向がどーっとこう広まったと。それまで海外でギャンブルできる、カジノできるところに行っていた方が海外に行けなくなった、でそれでもうオンラインカジノにはまってしまったという話も聞きます。そういった中で、このオンラインカジノ問題、非常に深刻化しているということで、2022年6月1日、衆議院予算委員会で、我が会派の山口一成議員が質問しております。これに対して、岸田総理からは、ご指摘のオンラインカジノ、これは委員おっしゃるように違法なものであり、関係省庁が連携をし、厳正な取り締まりを行わなければならないと思います。また資金の流れの把握、実態把握、これをしっかり行うことは重要であると思います。合わせて依存症対策についても考えていかなければならない、こうした重要な課題であると認識をいたします。こういうふうに答弁をされています。その後、2022年11月9日、内閣委員会で、ファトフの、対応のための、法案の審議、がありまして、私も質問をしております。さらには、昨年ですね、4月24日、決算行政監視委員会の分科会においても、このオンラインカジノに関する、違法行為の取り締まりと、で、これを通じた実態解明ということについても質問をして、ご答弁もいただいているところです。
で、そこで改めてお尋ねをいたしますが、このオンラインカジノにかかる、まあ、違法行為の取り締まりの状況、まあ、どうなっているのか、でそれを通じて、このオンラインカジノの実態、どのように把握しているのか、今日警察庁に来ていただいておりますので、まずお答えをお願いいたします。警察庁和田長官官房審議官。警察では、いわゆるオンラインカジノに係る賭博事犯について取り締まりを強化しているところです。その検挙状況に関し、いわゆるオンラインカジノに係る賭博事犯については、令和4年10件59人、令和5年13件107人を検挙し、このうち無店舗型のものでは、令和4年1件1人、令和5年5件32人となっております。例えば昨年9月、警視庁等において、国内でオンラインカジノの決済システムを運用していたものや、同システムを利用していた賭け客を検挙したほか、千葉県警察において、オンラインカジノで賭博をしていた状況を動画配信していたものを検挙しているところです。引き続き、厳正な取り締まり、およびこれを通じた実態解明等を強力に推進してまいりたいと考えております。はい、櫻井君。これ多分、まあ、店舗型、無店舗型というのは若干分かりにくいところがあろうかと思いますけれども、すなわち、まあ、カジノやってること自体、オンラインでやってるんだけれども、まあ、お店でこの、まあ、バーみたいなところで飲みながらやるような、そういう場を提供しているところ、そこで、まあ、一網打尽にというケースがあったという話かと思います。ただ、実態としては、もうバーにも行かずに、自宅でこもってやっている人もたくさんいるわけでございまして、こうしたカジノで、しかも取り締まりを日本でできるというのは、お客さんの側で、ある種、ちゃんと本当に取り締まらなきゃいけないのは、胴元の方なんですけれども、胴元は海外にいるから取り締まれないということで、これ、なかなか難しいわけでございます。でそこで、まあ、どういうアプローチがあるかといいますと、まあ、ざっくり2つ大きなアプローチがあろうかと思います。一つは、まあ、インターネット上で、こうした違法サイトにはアクセスできないようにする、アクセス遮断という方法、でもう一つは、お金、これ、カジノもお金かけてるわけですから、送金を取り締まってしまうと、海外送金できないようにしてしまうというのが、もう一つの方法でございます。で、本日は、まあ、この財務金融委員会ですので、この送金の取り締まりの方についての取り組みについて、お尋ねをします。これは おととしのファトフの対日審査の勧告に基づいて対応する法案も整備したわけなんですが、このファトフというのは、ファイナンシャルアクションタスクフォース、金融活動作業部会というマネーロンダリングやテロリストへの資金供給を防ぐ対策の基準を作る国際組織で、こうしたオンラインカジノなどの犯罪収益の取り締まりも対象にしているというふうに承知をしております。でこれを受けまして、国家公安委員会では、犯罪収益移転危険度調査書というのを作って、まあ、これ、令和5年度版も出ておりますけれども、昨年の12月に出ておりますけれども、この85ページには、まあ、収納代行のスキームで、第三者から代理受領権を取得した上で、当該第三者から自らが開設している銀行口座宛ての入金を受け、集めた資金を海外に所在する別の事業者に対してまとめて送金、いわゆるバルク送金する事業者が存在することが確認されたと。で、銀行にとっては、資金移動業者と同様に、顧客宛てに入金するものや、最終的に資金を受領するものの素性を把握することができないリスクが存在するというふうに指摘をされております。また、あと金融庁の方でも、このマネーロンダリング、テロ、資金供与、拡散金融対策の現状と課題ということで、これ、昨年の6月に出されておりますけれども、これの24ページにも、金融庁は2021年2月にガイドライン改正を行い、金融機関において体制整備への浸透も、体制整備への意識も浸透させてきたことを踏まえて、ガイドラインの対応が求められる事項について、2024年3月末までに対応を完了させ、体制を整備することを要請したと。金融機関において、2024年3月末を目標に体制整備が進められ、全体的な体制の水準は高度化していると認められるものの、包括的かつ具体的なリスクの特定評価や、評価の実施や、体制高度化に向けた行動計画の検討に時間を要し、実際の取り組みに遅れが認められる金融機関も存在している、このように報告をしているところです。
で先ほど警察庁からもご報告いただきましたけれども、まあ、2023年9月に、国内のオンラインカジノ決済、事業者が、まあ、常習賭博ほう助容疑ということで摘発をされております。こうしたあの警察庁の取り組みと、それから金融庁、さらには銀行との連携を密接にすることによって、より取り締まりができるようになるのではないのかというふうにも考えるところ、この今度は金融担当大臣としてお尋ねをいたしますが、収納代行、資金移動業に対する違法送金の取り締まり、この現状とともに、この警察、金融庁、それから金融機関との連携状況についてご答弁をお願いいたします。鈴木金融担当大臣。金融庁では、これまでのモニタリングなどの結果、オンラインカジノへの送金につきましては、国内で収納代行や決算代行と称するビジネスを行っている民間事業者や、無登録の海外資金移動業者等が資金決算を実行している可能性があることや、バルク送金、先生からもご指摘がございましたが、行われていることで、個々の送金人や受取人に関する情報が不透明になっているというリスクがあることを認識をしているところであります。銀行は不正送金を防止するという観点から、収納代行業者等の口座については、資金の流れについてリスクの特定、評価を行い、リスクに応じた顧客管理を通じ、リスクの低減を講じることが重要であり、その他の口座につきましても、取引モニタリングを通じて、バルク送金とみられる動きを確認した場合には、口座の持ち主である事業者が収納代行を行っているか否かを調査をして、その結果に応じて、講ずべきリスク低減措置を的確に判断、実施することも重要と考えます。その上で、銀行には、自らの顧客や口座が犯罪に関連する疑いがあれば、犯罪収益移転防止法に基づき、疑わしい取引の届け出が適切に行えるよう、体制整備を行うことが求められております。金融庁といたしましては、銀行による顧客管理および疑わしい取引の届け出が適切に行われるよう、銀行に対して適切なリスク管理体制の整備などを指導してまいりたいと思っております。櫻井君。はい、ぜひこれ、よろしくお願いいたします。まあ、日本人のこの財産が狙われているということで、ございますので、しっかり国民の財産を守るというためにも、金融庁の取り組み、しっかり進めていただきたいと思います。で、警察庁の方でも先ほど、まあ、取り締まりやってますということだったんですが、まあ、先ほど申し上げたとおり、潜在的には100万人以上のユーザーが日本国内にいるのではないのかというふうにも、とも言われている中で、まあ、逮捕者100人とかっていうのは、もう1万分の1に過ぎないと。まあ、氷山の一角にもならない、氷山のかけらにしかならないような状況ですので、ここはさらに取り組み、犯罪の、この、まあ、財産を守るという観点からも、しっかり取り組みを進めていただきたいと思います。で、あともう一つ、これはちょっと日本銀行にもお尋ねしたいと思います。今日資料1でお付けしておりますけど、昨日、まあ、この質問の準備をして見ておりましたら、日本銀行はアゴラという、この国際、決済銀行、BIS が企画運営する、まあ、新規の実験プロジェクト、に参加をするということで、これ、デジタル通貨ですね、によって国際決済システム、をやるということなんですが、で、目的はこのコスト削低減であるとか、スピードアップというふうにも承知をしておるんですけれども、これ、いわゆる、ブロックチェーンとかそういった技術を使うことによって、マネーロンダリングの対策にもつながるのではないのかというふうにも考えるんですが、これ、犯罪収益の国際資金移動の取り締まりにも活用できるのかどうなのか、また逆に言うと、活用できる、技術的にはできると思いますので、そういった観点からも、この取り組みを進めていくのかどうか、その方針についてお答えをお願いいたします。武田日本銀行決済機構局長。
先生ご指摘の今回の実験プロジェクトにつきましては、分散型台帳技術を使いました、共通プラットフォームを作り、その上に商業銀行預金と中央銀行預金の両方を乗せ、それらを組み合わせたクロスボーダー決済を円滑に行う新しいタイプのインフラの可能性を検討するものでございます。このプロジェクトでは大口資金のクロスボーダー決済が念頭に置かれておりまして、主としてそうした決済を安全かつ効率的に回すための事務フローを実現することを検討してまいります。加えまして、先生ご指摘のクロスボーダー決済におけるマネーロンダリング対策やテロ資金供与対策を今よりも効率的に実施できるようにすることも検討対象の一つとなっております。このプロジェクトは BIS 国際決済銀行が企画運営数を行うものでございますが、日本銀行といたしましても他の中央銀行や民間金融機関と協力しながらプロジェクトに精力的に貢献してまいりたいと考えております。櫻井君。はい、続きまして日本銀行の金融政策の変更について、これ先月ございましたけれども、これについて、いくつか質問させていただきます。まず為替レートへの影響でございます。ドル円の為替レートの推移を見ますと、今年に入ってからは大体今年に入ってから特に、この1ヶ月ぐらい1ドル151円で張り付いているような状態、非常に安定しているようにも見えるんですが、一方で、4月2日の閣議後の記者会見で鈴木財務大臣は行き過ぎた動きに対してあらゆる手段を排除しないというふうにも発言をされています。これ151円で張り付いている現状を、大臣は行き過ぎた動きというふうに認識されているということでしょうか。鈴木財務大臣。為替相場の動向でありますけれども、これは行き過ぎた動きであるかどうかということを含めまして、この為替相場について私が具体的に述べることで市場に不測の影響を与えることにもなりかねないわけでありますので、言及は控えさせていただきたいと思っております。基本的なことしか申し上げられないわけでありますけれども、為替相場、これはファンダメンタルズを反映して安定的に推移することが重要でありまして、過度な変動は望ましくないと考えております。政府といたしましては為替市場の動向を今高い緊張感を持って注視するとともに、これまでも申し上げてきたところでありますけれども、行き過ぎた動きに対しましてはあらゆる手段を排除することなく適切な対応を取ってまいりたいと思います。櫻井君。これ資料2にもつけておりますけれども、この3月の途中ぐらいからですね、151円に張り付いていて、極めて安定的に推移しているようにも見えます。でただこれ151円という水準は、これまでの過去10年を見ますとやっぱり非常に円が安い状況で、この悪い円安が国内の悪い物価高につながっているのではないのか、で物価高に対して賃金が追いつかない状況ということもにもつながっているのではないのかというふうには一方で思います。でそうしますとやっぱりこの151円というのが日本のもしかすると今のファンダメンタルズを反映した水準かもしれませんので、そうなってくるとやはり日本の経済の基礎の方をむしろしっかりと取り組みを強化していくことが大事なのではないのかということも申し上げて、ちょっと日本銀行にもお尋ねをさせていただきます。この為替レートの水準について日本銀行として操作目標としていないことは承知をしておりますが、一方で金融政策の変更によってこの水準が大きな影響を受けるということはもう当然のことでございます。で、今回ですね、このマイナス金利を解除してほんのちょっとですけどプラスの金利に変えたということは、これ普通に考えたら円高に触れる要因になるのかなというふうに思っていたんですが、実際は円安の方に触れたと。これ経済学の一般論として結構ですので、これなんでこんなことになったのか、理由をどのように分析されているのか教えていただけますでしょうか。上田日本銀行総裁。為替相場でございますけれども、申し訳ありませんが、その短期的な動き、水準あるいはその評価についてやはり具体的にコメントすることは差し控えさせていただければなと思います。
為替はファンダメンタルズによって安定的に推移することが重要と考えております。ただその上でですが、金融政策は為替を直接コントロールの対象とはしておりませんが、もちろん為替は経済物価に影響を及ぼす重要な要因の一つでございます。我々としましては政府と緊密に連携しつつ、引き続き為替市場の動向あるいはその経済物価への影響について十分注視してまいりたいと思っております。桜井君。質問は一般論として結構ですので、なんで、マイナス金利をプラス金利に変えたのに円高に触れずに円安に触れたのかということなんですが、一般論としてもお答えいただけませんでしょうか。上田日本銀行総裁。一般論としては様々な要因、特に内外の金融政策に関する思惑等もいろいろ影響した可能性はあるかとは思います。桜井君。ちょっとなかなかお答えにくいということですので、次の質問に移らせていただきます。ETF、今回の、金融政策決定会合によって、日本銀行この資産の、買い入れについては、ETF については、新規の買い入れはしないということになったと承知をしております。ただ ETF の残高、母価で38億円程度で、時価で、70兆円程度あろうかと思います。この日本銀行が保有する巨額の ETF、今後はどうされるんでしょうか。一般論として中央銀行が株式を大量に保有することが、健全な姿とお考えかどうかも含めてお答えをお願いいたします。上田日本銀行総裁。現在委員ご指摘のように大量の ETF を、日本銀行を保有しておりますが、これは3月に停止しました大規模金融緩和が3月まで行われていたわけですが、その中で副作用も認識しつつ、物価目標の達成を目指して、やむを得ず取られた措置であるというふうに認識しております。その上で現在保有しております ETF の処分についてすぐに行うことは今のところ考えておりません。時間をかけて検討していきたいと思っております。桜井君。確かにこれこれだけ大量に保有していると、東京証券取引所の間近の水準が600兆円とかそういったレベルの中で、時価で70兆円持っていたら、これ全部いっぺんに売ったらもう暴落してしまうかもしれないということですから、なかなか売りにくいということは承知をしております。とはいえ今の株価水準、バブルじゃないという、説もございますので、バブルでないんだったら売っても値崩れしないはずとも言えるわけなんですが、ただこれ中央銀行が株式を大量に保有している現状って、これ、健全な状態とは私は言えないと思います。まず、日本銀行としても、財務のリスク、今、含み益、強化益が大量にありますので、これがすぐ財務的なリスクになるとは言えませんけれども、ただ過去にはコロナ禍で、これ、評価損が発生しそうな場面もあったやに承知をしております。ですから、こういったものを中央銀行が抱えると、余計なリスクを抱えるというのはよろしくないというのが一つあろうかと思います。で、二つ目に、株式市場に、の価格形成に、歪みを与えてしまう、これも大きな問題だというふうに思います。そして三つ目に、この、日本銀行が時価で、約1割を超えるようなものを持っているわけですけど、これはすなわち企業のガバナンスにも歪みを与えてしまっているのではないのか、こういうふうにも考えます。こういうことを考えると、やはりもう一度お尋ねしますけれども、中央銀行が株式を大量に保有することは健全な姿ではないと私は考えるんですが、総裁はいかがでしょうか。で、そしてその上で日本銀行保有する株式、売れない、いわゆる市場を通して売るということはできないんだったら、別な方法も考えてはどうかというふうにも考えます。例えば一旦これも政府に移してしまう、政府部門の中でも例えば預金保険機構は、株式を保有しているわけなんで、
これもいろんな破綻した銀行の株式を買い取るとか、そういった形で、一回持って、でこれも、一時期、処分していたわけなんですが、売却していたわけなんですが、まだ残っているものがたくさんあるという状況です。こうしたことを、もう一つのアイデアとして考えるんですが、総裁、いかがでしょうか。上田日本銀行総裁。今、委員ご指摘の案も含めまして、私どもの ETF をどう、していくのかという点について、さまざまなご議論があることは承知しております。ただ先ほど申し上げましたように、時間をかけて、検討していきたいと思いますので、現時点で個別の提案に対して、具体的にコメントをさせていただくことは差し控えたいと思います。櫻井君。今申し上げたとおり、これは私の考えでございますけれども、これ一旦政府の方に ETF を移すと、で日本銀行の財務から勘定から切り離すということ、でその代わりに、日本銀行には国債になるか、債券を渡すという形で、ちょっとそのいわゆるこの株式のこの上下変動のこういったものからは切り離すということで、その中で政府の方で処理を考えていくと、少なくとも ETF の配当収入あるわけですが、これを例えば子ども子育ての財源、保険料から取るとかっていう、なんかいびつなことをするんではなくて、むしろこうした方がまだ健全な財源となるのではないのかというふうにも考えるので、こうした方法もあるということをご提案申し上げます。続いて J リートの、扱いですが、こちらについても、新規の改良を終了するということです。一方で先月発表されました公示地価、を見ますと、2.3% の上昇ということで、バブル期以来の伸びというふうになっております。東京の新築マンションの価格はもう1億円、もう販売価格1億円を超えるというような状況になっていて、非常に高い水準になっております。これ日本銀行が保有する巨額の J リート、今後どうするのか、ぜひお答えをいただきたいと思います。特に一般論として、中央銀行が不動産投資信託を大量に保有するという姿が、私は健全な姿ではないというふうに思いますが、総裁はどのようにお考えでしょうか。で、今のこの地価の上昇を踏まえれば、J リートはもう売り時というふうに考えますけれども、総裁、いかがでしょうか。上田日本銀行総裁。私どもが保有する J リートの方でございますが、これの処分についても、ETF と同様、すぐに行うことは今、考えてございません。今後の取り扱いについて、ある程度時間をかけて、検討していきたいと思っております。はい、櫻井君。はい、これは株式よりはもうちょっと売りやすいと思いますので、ぜひ早急に対応されることをご提案申し上げます。それからあと、国債についてです。長期国債の買い入れ、これまでと同程度の金額ということで、6兆円程度ということで注釈がついておりますけれども、で長期国債の買い入れを継続するというのが3月の決定だというふうに承知をしております。で長期金利が急激に上昇する場合には、毎月の買い入れ予定額にかかわらず、機動的に買い入れ額の増額や指し値オペ、共通担保資金供給オペなどを実施するということになっております。ただ長期金利の上限 1.0% メド、これはなくなったというふうにも承知をしております。これ、残高が600兆円もの国債、今後どうするのかというのも大きな問題だと思います。新規の買い入れを抑制すれば、満期償還で残高減っていく面もある。一方で、毎月6兆円新たに買い入れをするということになれば、多分、残高がプラスマイナス、ゼロといいますか、残高を維持するようなレベルになるのではないのかというふうにも考えますけれども、今後どうしていくんでしょうか。一方で、これ、金利上昇局面ということになりますと、評価損が発生するということになろうかと思います。すでに昨年9月の時点で、10兆円を超える評価損が発生しているというふうに承知をしておりますけれども、そういった面からも、この国債の残高、しかも結構、諸外国の中央銀行に比べて残存期間長いのをいっぱい持っちゃってると思うんですが、そういったことも含めて今後どうするのか、方針をお聞かせください。
上田日本銀行総裁。消費国債でございますけれども、委員ご指摘のように、私ども、3月の決定会合で、当面引き続き、これまでと同程度の金額で買い入れを行うということを、決めております。そういたしますと、これも委員ご指摘のとおり、私どもが保有します残高は、償還との見合いで、おおむね横ばいでしばらく推移するということになります。その上で、将来的には、やはり大規模緩和からの出口をちゃんと進めていくという中で、国債の買い入れ額を、減額し、それに伴って保有高が、償還に伴って縮小していくという、ところに移行していきたいと考えております。一つ申し上げますと、私ども保有の国債の平均満期、確か 6.5 年くらいであったと思います。これは必ずしも諸外国の中央銀行の保有している国債の満期と比べて、すごい長いというわけではございません。櫻井君。はい、一方ですね、資料3つけておりますけど、これ、一昨年、2022年7月6日の日本経済新聞の朝刊にある、経済教室の欄ですけれども、ここでは総裁がまだ大学の教授ということで、日本銀行の総裁に就任するとは多分思ってらっしゃらなかった頃だと思いますが、その時には学者として率直な意見を書かれているわけでございまして、その中でこう難しいのは、長期金利、コントロールは微調整には向かない仕組みだというふうにおっしゃられています。で、真ん中下辺あたりですね、横線を引いておりますけれども、これを考えますと、やっぱり長期金利については、債券市場での価格形成に委ねていくという方針を今後取られていくのかなというふうにも思うんですが、総裁の今後の方針についてお聞かせください。上田日本銀行総裁。私ども3月の決定会合で決めたことの一つは、10年国債金利につきまして、目標とか上限のめどを、撤廃するということでありまして、その意味といたしましては、長期金利を、私どもの買い入れはしばらく継続しますけれども、基本的に金融市場において形成されるものを考えるということでございます。櫻井君。はい、総裁、いろいろご答弁いただきましてありがとうございました。これで日本銀行に対する質問を終わりますので、ご退席いただいて大丈夫です。上田総裁、ご退出いただいて結構です。続きまして、開発金融における環境社会配慮についても質問させていただきます。おとといの IMF、IBRD、加盟措置法の改正案の審議の中でも少し議論させていただきましたけれども、その中で三村局長は、環境社会配慮は重要というふうに答弁をいただいております。ただ一方で、このロシアとの経済協力プランの中には、国際協力銀行が、2021年12月ですね、に、義丹半島におけるアークティック LNG2 プロジェクトに対するプロジェクトファイナンスということで、融資を決定をしております。これ、この今の、ロシアに対して経済制裁を加えている現状の中で、こういう、融資契約はもう破棄するべきだというふうに考えるんですが、まだこれ、続いてるんでしょうか。天川株式会社国際協力銀行代表取締役副総裁。はい、お答え申し上げます。ロシアによるウクライナに対する侵略以降投稿におきましては、アークティック LNG2 向けの融資を含め、すべてのロシア向け出融資を見合わせてございます。今後もロシアのウクライナ侵略後の状況を踏まえ、日本政府を含む関係者とも相談しながら対応を検討していきたいと思っております。櫻井君。関係者とも相談ということなんですが、これ、一番の関係者といいますかは、そもそも、安倍総理がプーチン大統領を地元の山口県に招いて約束した案件だというふうに承知をしております。JBIC は勝手に辞めるとか、そういうことはできなくて、やっぱりこれ、
政府の方針ですから、やっぱり所掌大臣である財務大臣から、もうこれ、やめましょうと、一言言っていただかないと、なかなかジービックも身動き取れないというふうに考えるんです。まあ、ロシアに対して経済制裁やってるわけですから、こういったものはもう、はい、契約を破棄してしまうということで、大臣、いかがでしょうか、そのようにジェイビックに対して指示していただけないでしょうか。鈴木財務大臣。先生のご質問はロシアのアークティック LNG2 プロジェクトのことだと思いますが、現在、ジェイビックはジェイビックが融資契約を締結した事業会社が、2023年11月に、米国の制裁を受けたことなども踏まえて、今後取るべき対応を検討していると、そのように承知をいたしております。財務省といたしましても、 JBIC には我が国の政策金融機関として、 G7 がロシアによるウクライナ侵略を厳しく非難していることも十分踏まえて対応していただくことが必要だと考えておりまして、今後とも JBIC の対応につきましては、財務省としてもしっかりとフォローしてまいりたいと思っております。櫻井君。そのロシアがウクライナに侵略してからも2年以上経っているわけですから、ちょっとその対応遅すぎるんじゃないでしょうかね。で、続きまして、ミャンマー向けの経済協力についてもお尋ねをしようと思っていたんですが、残り時間がちょっと少なくなってきたので、ですが、ちょっと端的に質問させていただきます。こちらについて もう軍事クーデターから3年経過しております。で、今年の2月には、ミャンマーの軍事政権は徴兵制を発表しているということで、これ、もう国民と国民を互いに殺し合いをさせようということで、もう極悪非道の極みだというふうに私は思います。こうした政府に対して、いまだにこの、新規の事業はやってないと言いますけれども、すでにクーデター前に契約したものについては、続けているということがあります。やっぱこういうのはもう即刻やめると。で、実際、世界銀行、アジア開発銀行はクーデター直後に、もう実施の事業も含めて貸付実行も停止をしているわけなんです。日本政府だけだらだらと続けてしまって、これ、大変問題だと思うんですが、大臣、これもやめましょう、いかがでしょうか。鈴木財務大臣。櫻井先生ご指摘のとおり、ミャンマーに対する新規の円借款は、これはもう行わないという方針であります。一方で既存の ODA、これはクーデター前に国民民主連盟を中心とする政権との間で国際約束を交換した案件でもあり、ミャンマー国民の生活向上や経済発展に貢献することや人道的なニーズに対応することを目的とするものであります。こうした既存の ODA につきまして、政府全体の方針といたしましては、今後の情勢の推移、我が国が要求しております暴力の即時停止、非拘束者の解放、民主的な政体の早期回復の3点、それから ASEAN の5つのコンセンサスをめぐる進展の有無などの諸要素を勘案しながら、どのような対応が効果的か総合的に検討していくこととなっております。これが政府全体のこの方針でありますが、財務省といたしましても、こうした方針に沿って、関係省庁とよく連携の上、適切に対応してまいりたいと考えております。櫻井君。だから、そのいろんな諸要素をおっしゃいましたけれども、その諸要素が満たされなければ、オンゴーイングの事業についても貸付実行を止めますというのが本来あるべき姿ですし、実際、世界銀行、アジア開発銀行はそうしているわけですから。なんで日本政府だけそういうことができないのか、改めて、これは問題だということで、即刻止めるよう提案申し上げます。続きまして、最後の質問になるかもしれませんが、国際機関の職員に関する諸課題ということで、おととい、これ、質問しようと思っていて、できなかったことです。これ、資料にもつけておりますけれども、中国には国家情報法というのがございまして、この7条に、いかなる組織および国民も法に基づき、国家情報活動に対する支持、援助および協力を行いというふうになっているわけです。要するに国民は全員して、スパイになれと、こういうことを言っているようなものとも受け取れます。そうすると、国際機関ですね、IMF、それから世界銀行と、国際機関に勤務している中国人の職員は、国際公務員としての守秘義務と、
この中国国家情報法のどちらを優先するのかということで、これ非常に悩ましい問題になってしまうかと思います。国際公務員としての守秘義務がないがしろにされるようなことがあってはならないと考えるんですが、この点大丈夫なんでしょうか。どのようにお考えですか。鈴木財務大臣、時間が経過しております。ご指摘のとおり、中国の国家情報法第7条は、中国の国家情報工作に関する市民団体の協力義務等について定めた条文であると承知をいたしております。一方で IMF 世銀の職員、これはそれぞれの協定や内規に沿いまして、各国政府ではなく所属する機関に対してのみ責任を負って職務に当たる義務を負うこと、負うとともに守秘義務を負うこととされております。日本といたしましては、IMF 世銀の職員がこうした職務規定を遵守することは極めて重要と考えておりまして、今後とも各機関のガバナンスやリスク管理について、理事会等を通じましてしっかり注視してまいりたいと思います。そして仮に、各機関におきまして、櫻井先生がこの懸念されているような守秘義務違反が生じた場合には、各機関においてそれぞれの日本としても立場がございますので、適切な対応がなされるように出資国の立場からしっかりとこの対応をしていく所存であります。櫻井君。はい、時間になりましたのですが、今ご答弁いただいたことではありますけれども、中国ってこのエクスクロー口座、秘密口座を作ったりして、いつでもなんかお金引き抜いて担保にしちゃうというようなことにをやったりするような国なわけですから、そこは油断がならないというふうに思います。 IMF 等の職員はある意味相手国の財務状況を詳しく、いち早く知ることができるわけですから、そうするとこのエクスクロー口座からお金引き出しちゃって貸し剥がしやっちゃうかもしれないというようなこともありえるので、十分この点しっかり注視をしていただきたいということで、よろしくお願い申し上げて私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。これに